ドカードリームズの日向とディレクターのケータです。なんでですか。もうこれテンプレだからね、こうやってやっていこうかなみたいな。決まってるんすか。あ、決まっていこうかなみたいな。今回はね、スペシャルゲスト呼んでるんすよ、はい、今回も前回に引き続き、はい、今回お呼びしたゲストは、うん、はい、さつきさんです。パワー、こんにちは。ごめんなさい、来た来た、来ましたよ。お願いします。来ましたね、やっと。まあコメント欄にもね、はい、さつきさんって書いてあったんで、はい、さつきの金額どうですか。家族とか身の回りの今までお世話になった人からは、うんうん、不評、あんまり不評で、今すぐ変えなさいって言われる。ほんとマジか。なるほどね。で、今回はさつきくんがいるということで、うん、はい、ラウンド5エンジョイットを振り返っていきたいと思います、はい、いやー、問題作ですよ。いや、問題作です。問題作ですよ。問題作で出来上がった作品はすごく評価も高くて、で、点数も高かったじゃない。でもそこに至るまでの過程がもうね、茨の道でしたね。いろいろあったっすね。はい、いや、まあ、うん、早速見ながら、はい、見ていきましょうか。見ていきます。はい。ケビン、あれ、そんなー。いきなり早い。あのね、このカメラアングル、ここからなんだよ。基本的にこうカメラのアングルとかっていう基本的な部分はまあ決めていくんですが、はい、当日の、リハーサルってこう20分間もらえるじゃない。そうそう、はい、あの時に大地来て、ああそうだ、本当はこれアップから弾いてったんですよ。そうですね、確かに。でも大地が絶対めちゃくちゃ弾くからアップにした方がいいっていうので、そうそう、これが出来上がったって。あったあった。大地グッジョブです、はい、ありがとう。大地グッジョブです。はい、次どうぞ。いや、おもろいな。いや、やばいよね。やべ。いや、このまず一連がさ、本当に、はい、ストップしましょう。まずここのイントロですよ。そうですね。いつも話す楽曲の話になるんだけど、はい、これオリジナルのイントロじゃなくて、ね、まあ、僕が作ったね、ちょっと音ハメって言われる、はい、こういろんなね、あのハメ技ができそうな、うん、ガラガラッと入ってるやつなんですけど、はい、これでね、どうやって出るかと。で、間違いあの最初からお面をつけてなくてさ、そうですね、どんどんつけていくっていうコンセプトがまず、俺的にはすごく良かったんじゃないかなと思うけど、このどうでした。最初めっちゃ考えてる、うん、めちゃめちゃ考えて、あの全員にちゃんとこう個性が振り分けていきたかったとか見せたかったんで、はいはいはい、2カウントですらなんかこここっちだよねみたいな、すごい日向と詰め合わせたり、めっちゃ合わせた、めっちゃ合わせた、この距離感とかね、はいはいはい、ちょっとでもずれたらやっぱ見え方も変わってくるし、普通に見ますか。とりあえず見ましょう、ね、はい。でもいいだろう、過ぎた時間はもう過去、うん、なりたい自分になろう、やりたいことだけやろう。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。なんかいや、見えました。なんか違和感が、なんか違和感がね、おかしいっすよね。まずこの、まあ、本題に入る前に、はい、あのなんか最初のサークルっぽいところっていうのは、はい、なんかさつきのクリエーションっぽいなっていう感じが割と強いく見えるんだよね、はい、俺の中では。で、そこから展開したこのまっすぐな、はい、あの感じに平面になった時っていうのは南のクリエーションになるのかな。そうです、そうです。ここがなんかこのエンジョイイットの本当、うん、なんていうの、肝っていうか、あの意外とチーム内でもさ、スタイルによってさ、振り付けとか方向性混ざらないじゃん。で、それがすごくうまくハマってくれた回っていうのが、うん、まあ、あるんだよね、このエンジョイットって、はい、で、出来上がった今のブロックで何かトラブル起きてますよね。これちょっと一回巻き戻してみましょうか。どこで何が起きたのか。ここ大丈夫まだ。いや、まあ俺に注目してもらって、ここまだ大丈夫ですか。でもここでちょっと、あーみたいな、何が起きたの。リハーサルの時は、うん、まあ裏にここに噛むところがあるんですよ、はい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 、これってまあ元はついてないんですよ、こういう感じで、うんうんうん、ただの仮面なんですけど、うんうん、ここにまあガムテープとか、うん、まあ、いろいろ段ボールとかを使ってこう噛めるような、うんうん、マウスピースみたいなになってるんですよね、ここ、まあ、でもこれって言ったら人工的にまあボンドとかガムテープでつけてるわけじゃないですか、うんうんうん、で、俺本番前に新しいのを使わないといけない、こっちが、はいはい、まあここにいろいろついてたんで、うんうん、これが剥がれてきてたんで、新しいのを使って予備があったんです、予備ですね。で、はい、それにもう頑丈にガムテープつけてたんですよ、うんうん、上から何枚も何枚も重ねて、うんうん、で、それで本番出たんですけど、
そのガムテープが取れたんじゃなくて、うん、もう棒が折れた。なるほどね。だからもうくっつきようがなくなったんですよ、はい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 、だからさっき見た通りもうこれね、このこう加えてるわけでしょ。いや、そうで、なんか首、もう一回振ってるとかあるじゃん。これでもグラグラしてるこうなってたさで、あ、やばいなって思ってこんなん味わったことないと。いや、でも失敗したことなかったんでやばい、これ本番で起きたってなって下向くシーンがあったんですよ、うんうん、さっき見たら分かるんですけど、その下向いた瞬間にもこう落ちたんですよ、はい、よくそれキャッチしたよね。本当になんか危ないって思ったんで、うんうんうん、取らないといけないってなって、うんうんうん、瞬間的にまあ手が出たんですけど、でここであやばいってなって、みんな仮面つけてるじゃないですか、はいはいはい、ただ一人だけこうやって仮面なしで自分の顔がさらされてるって感じで、まあこの時は死ぬほどテンパった、やらかしてしまったっていう気持ちになりながら皆さんこの後続きどうぞ。いや本当にもう、はい、一人だけつけてないんですよ。もう顔が変だもんねもう僕の顔はお面ですみたいなで、こうめっちゃ焦ってるんですよ。やばいね、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 やばい、グラ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 してるね。で、この辺でお面捨てるんだよね。そうです、多分フロアあたりとか。これまだ気づいてないの、ここだ、ここです、気づいてない。今なんか日向がで、うん、これでちょっと遅れてるのは感じてて、うん、踊りがなんかちょっと変だなみたいな、変だな、なんかこけたのかなと思いながら、それは気づいてた、それは気づいたけど顔は見てなかったから。あ、ね、まあ、唯一救いだったのは、サッポンがサングラスかけてるじゃないですか、主役で。だから、うん、まあ位置的にも、はいはいはい、そのまあ外れててもそういうもんなんかなって認識されると、ね、うん、まあここで一応仮面を飛ばしたんですけど、フロア持ってたらできないなってなって、はいはいはい、瞬間的に飛ばして、うんうん、まあ、ここから持たずに仮面つけずにもう、そうだよね、踊ってるっていう。なんかもう何回も何回もやっぱこれ俺好きだから見るから、はい、でもよく見たらなんかお面みたいな顔をしてるもんね。どういうなんかもう怖い、違和感なくなるんですか。うん、お面してないのも分からないっていう、うん、なら感じだったら、まあ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 いいのかな。はい、ごストップ、ここですよ。これはまあサツキ回っていうか、サツキの主役として置いた回で、はい、で、まあサツキが、まあ、好きなことをまあ、やってみようよっていうコンセプトだったんだよね。で、ただし好きなことをやるって言葉にするよりも難しいじゃん。はい、確かに。やっぱりこうみんなに気も使うし、自分の好きなことをやっぱりうまく言葉とか具現化できなかったり、うん、こうは思うんだけど、それのアイデアがないとかいろいろ大変だった回だったじゃない。はい、じゃあそれに必要なのは、じゃあ衣装はどうなのか、うん、踊りはどうする、音はどうするっていう時に、音を、これもまた俺らもね、最後までいつも、まあ、こう煮詰めるけど、ここにさ、ストップウォッチの音なんか入ってないじゃない、本当は。ね、ここにね、入れてみようみたいなことをしてみて、俺も、これ、サツキの方向と合ってるかなって思いながら、ストップウォッチカッて入れて、はい、なんで入れたかっていうのには理由があって、はい、俺、ケンと森が、常々言ってた言葉がある。サツキは、一人で時の流れを変えられる子だから。ってずっと言ってた。そのダンスの種類もさ、アニメーションとかだから一人でスピード感変えられるじゃん、はい、だからいつかサツキが時を止めたり巻き戻したりっていうことをどっかでやってみたいなっていうのを思った。あ、そういうこと。で、ここだと思ってストップウォッチみたいなこの瞬間なんですよ。なるほど、そういうことだった。そう、もうアヤトとかもいいポーズってさ止まってるよね。はいはいはい、まあ、そんなシーンですね。はい、サツキ一人がこの時、ひなたに気づいてあげれたらよかったかもしれない、ね、うん、逆にもうでも振り切ってるでしょ、この時はもう、もはやさん、ご苦労、負けてませんよ、僕もにするよ、最終のここのひなたの切れよ、右手の左手か小さい、学たら全部同じ。いいね、めっちゃめっちゃかわいい。いいね、まずここでストップ。はい、
ここまでね、まああの日向のお面が取れて、だからこううまくねカバーリングしてんだよね。一応隠してます、ね。でもあの辺ではもう吹っ切れちゃってさ、もう最後までやってやろうみたいな感じになってるじゃん。なってましたね。でここまでがまあ言ってみれば角川の通常やる、はい、まあここで終わってもおかしくないなっていうところからのもう一押しっていうのが来るんだよね。ね、これっていうのがまあ実はこれ今ラウンド12の直前なんですけど、はい、本当ここの一押しっていうのが。ちょっとラウンド12のテーマにもなるこっから先なんですけど、はい、 そうですね、そこをこうご覧いただければなと思いますよ。こんな終わり方あんまりしないよね。確かに、はい、どうだったちなみにこうやってみて作ってみてとにかく、うん、あの曲をもらってから自分の中でこう形作ってきたものがリハをこうみんなに落とすタイミングがあったりしつつも、実際こうラウンドの2週間前からリハ始まるんですけど、そこから曲が変わる、今まで練ってきたものをぶっ壊されて真逆になり、そうだね、でそこから中身くり抜かれ全然力が入り、すごい俺非難されてたからもうディレクター何やってんのみたいなすげえ非難されてたからでもそれって全部こう試行錯誤があった上ではじゃあここがいいねって決まってったピースピースなんで、なんか全て意味があったことなんだろうなって思ってます。まあ終わってみればね、はい、終わってみて、もう最終ね、その結果でそうだよね、最終は本当にとんでもなかったね、とんでもなかったです。いや、ラストまでの周一と山っちの髪の毛が、うん、そうだそうだ、やっぱこうこういらしたいから固めたくないとかね、いろいろあったよね。あの衣装今、まあ、みんなバラバラだったじゃない、テイストは一緒だったけど、あれもう一パターンね、真っ白の衣装を用意してて、やっぱアニメーションみたいな感じだから全員が一緒の方がいいんじゃないかとか ね、いろんなパターンを用意しながら、まあ、この感じでいったっていうね、まあっていうよりもどういう気分だったのキスアンドクライで。まあこれさっきも説明したんですけど、うん、ここに加えるところがあるんですけど、はい、まあこれ言ったらずっと口の中に入る状態なのでだからここでもぐもぐしながらまあ2分15秒踊ってたんですけど、よかったよね。でまあ終わるじゃないですか、リッタと一緒にこれを作ってたんで、ダンボールを、まあなんかリッタが先に感じちゃって、そうなんですよ、だから2人でこうなりながらみんなのとこ踊って、いや本当にやらかしたと思って、で割と点出てあ、よかったなみたいな。いやでもなんか本当にあれはもう一生心残るっすね、そうね、本当にそうね、もうあれはでもまあ本当に思ったっすけど、自分で良かったなって思っちゃう。メンタルもね、強かったし、はい、お前な。なんか、あれのおかげで、おかげでっていうのもあれなんですけど、まあ、あれがあったから、まあ、次のラウンドとかも、もう失敗したら、こっちやって、ね、まあ、成功したらこっちっていう、まあ、選択肢を持てるようになったっていうのも、まあ、一つだったんで。それもすごいよね。いや、そうっす。成功しなかった場合は、これやろうみたいなのもね。いや、作ってましたね。ね、想定しながらね。それは良かった。やってますよね。はい。はい、最後にね、サッポンにちょっとまあこの感想と、はい、あと見てくださってる皆さんに対するメッセージみたいなね、はい、そうですね、はい、はい、もらいたいなと。いつもお世話になっております、サッポンですお世話になっております、お世話になります、はい、今回ラウンド12は、うん、はい、とってもあれですね、うん、KD、うん、みんなこう力こもってるし、うんうん、周りの皆さんもすごい応援してくださっている流れが今できてますので、もしこの動画を見てくださっている皆さん、あの5月18日ラウンド12が、もうすぐ来ますので8番目に踊ります。いったが神の手で弾いた8番ですそうだね、それぐらい導かれてこう来た番号なので、しっかり受け止めて頑張りたいと思います。史上最高の作品を作り上げたいと思います。オーディエンスよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。ではバイ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 。